それではここからは実際に BLS ができるようになるための学習を始めていきます。まずは必要な知識の学習からです。これはリカバーで示された犬猫の CPR アルゴリズムチャートです。このチャートに沿いながらトレーニング機材を使って行う実際のペット BLS の様子を見てみます。この講座を受講している皆さんが試験動画を提出する時のお手本にもなる動画ですので、まずはどんな流れなのか確認してみましょう。ぶーちゃん、ぶーちゃん。誰か来て。お兄ちゃん、動物病院に連絡して。お姉ちゃん、タクシー呼んで。これが皆さんがこの検定で学ぶペット BLS です。それでは同じ映像をもう一度、今度は一つずつ解説付きで確認していきましょう。ペットが倒れているなど、心停止の可能性がある状況になっているのを発見したら、背部側に位置し、まずはじめに反応があるか、呼吸があるかどうかを確認します。反応を見る方法は、ぶーちゃん、ぶーちゃん、名前を呼びかけてみる、手足を触ってみるなどの方法です。声や音による刺激や手足に刺激があると、目、耳、尻尾、口元に反応が出ることが多いです。注意、抱き上げると反応が観察しにくいので抱き上げないようにしましょう。また、口を開けて確認するのも一つの方法です。その場合は、ペットの上顎と下顎を持って開いてみます。なかなか開かない場合は反応があり、簡単に開く場合は無反応と言えます。続いて、呼吸の確認です。呼吸は胸とお腹の上下運動を確認します。水平の高さから見て胸の上がり下がりを確認するか、胸の上に手を置いて動きを確認します。注意、脈を触っての判断はしません。脈を触って判断するのは大変難しく、正確な判断は 15% 未満と言われています。視線器呼吸。この視線器呼吸という状態は、金魚のように口をパクパクさせている状態です。胸部の上がり下がりはありませんので、呼吸をしていると間違えないようにしましょう。実は呼吸があることを判断するのは割と簡単かもしれませんが、呼吸がないという判断はとても難しいんです。普段から寝ている時の呼吸の状態を確認したり、
インプットしておくと良いです。判断の時間、無反応、無呼吸は15秒以内で判断します。この判断が遅れると生存率の低下、神経状態の悪化など重大な有害作用を及ぼすことがあります。反応と呼吸の両方がないことを判断した時点で直ちに CPR を開始します。またもしどちらかわからない場合であっても、無反応、無呼吸を疑った時には直ちに CPR を開始しましょう。もし心肺停止ではない状態に CPR を行ったとしても、 CPR による損傷の危険性は低いと言われています。無反応、無呼吸を疑った時には積極的に CPR をした方が良いです。続いて胸部圧迫についてです。まずは胸部圧迫の基本のポイントを説明していきます。ここで全部を覚えるのではなく、要点を理解するつもりで学習してください。後半の実技解説の時にもポイントを確認しながら行いますので、安心してくださいね。動物の体勢、胸部圧迫は横向きで寝ている姿勢で行います。これは横向きの方が左心室を圧迫する力がより高く、大動脈血流が多いということが実験データで示されています。これは犬でも猫でも同じです。猫も横向きで圧迫することで効率よく心臓を圧迫することができ、心拍再開へ至る確率が高いことが示されているので、犬と猫どちらにおいても胸部圧迫は横向きで寝かせる姿勢で行うのが良いです。寝かせるときは左右どちら側でも OK です。胸部を圧迫する際には心臓ポンプ理論という考えに基づいて位置を確認します。心臓ポンプ理論とは、心臓の真上となる胸部を圧迫することで心臓、つまり心室も圧迫されるという考え方です。そしてその心臓の位置はペットの肘が曲がって胸骨にくっつくこの辺り、この辺りから少し上の部分になります。手の置き方はこのように片方の手でお腹側から心臓をつかむように置きます。力を入れる部分はペットに触れている部分全体です。注意、親指だけに力を入れないようにしてください。圧迫に使わない背部側の手は背部が押されないように背部に当てて固定しましょう。もし疲れた場合は両手法を考えることも一つの手段ですが、交代できる人がいるなら交代を優先しましょう。両手法では押しすぎる心配もあるので注意してください。特に体重5キロ未満の犬や猫は肋骨損傷、肺損傷の恐れがあるので、両手法は力加減に十分注意してください。胸部圧迫の深さ、深さは胸郭の幅の3分の1から2分の1圧迫します。ここで注意していただきたいのは、3分の1の厚さになるまで圧迫するという意味ではありません。この時重要なのはリコイルです。リコイルとは圧迫した後ペットの胸郭を元の位置まで戻すことです。通常の位置から始まり、3分の1から2分の1まで押し、一度最初の位置に戻してまた次の圧迫をするということです。中途半端に押したまま元の位置まで戻っていない状態ですと効果が発揮されません。必ずリコイル、元の位置に戻すということを気をつけて行いましょう。以上が胸部圧迫の説明です。小型犬の方法、チワワ、ミニチュアダックスフンドなどのその他の小型犬、また猫はこれまで説明してきたトイプードルの方法と同じです。これに対して中型犬以上の場合は、心臓ポンプ理論に加えて胸郭ポンプ理論というもののどちらかを選択する必要があります。胸郭ポンプ理論とは、胸部を圧迫することによって胸腔内全体の内圧を上昇させます。それにより間接的に大血管を圧迫して胸郭外への血流を生じさせるという考え方です。
中型犬以上の場合は、胸郭の形によって方法を選ぶ必要があります。ちなみに小型犬と中型犬の分類は体重5キロです。5キロ未満であれば小型犬、5キロ以上であれば中型犬と定義します。さて、皆さんの飼っているワンちゃんの胸の形はどちらのタイプですか？例えば同じ柴犬でも丸っこい柴犬と細い柴犬がいますよね。この丸っこい柴犬というのが胸郭が円筒型で、胸郭ポンプ理論を選択することになります。そうではなく、ほっそりとした胸郭である場合は心臓ポンプ理論を選択するということになります。もし胸郭の形で判断に迷うときは、かかりつけ医に相談しておきましょう。この2つの方法で大きな違いは圧迫する場所です。胸郭ポンプ理論については、前後、背、腹のトップであるこの辺りです。トレーニング機材を置く場合は、このようにキューブを置いてください。心臓ポンプ理論は、心臓の真上を両手を使い圧迫します。圧迫位置はこのイラストのように、肘が曲がって胸骨にくっつくあたりから少し上の部分になります。トレーニング機材はこのように位置をずらして圧迫位置に置いてください。もし位置がわからない方は、知識学習のパートで解説していますので、もう一度確認してみましょう。これは犬種などによっても多少異なる場合があります。胸郭が深い犬、例えばグレイハウンドやボルゾイ、サルーキなどの場合、体勢は横向き、圧迫位置は心臓の真上部分に手を置いて圧迫です。イングリッシュブルドッグなどのように、胸が平坦な形をして胸が広くなっている犬種、体勢は仰向け、圧迫位置は心臓の真上に手を置いて圧迫します。手の置き方は小型犬や猫の場合と大きく異なり、このように置きます。片方の手を大きく開いて、その手の甲の上に反対の手を重ね、対象の圧迫位置に置きます。力を入れる部分は下にある方の手のこの部分です。救助者の姿勢、救助者の姿勢も小型犬の場合と大きく異なり、人間の CPR に似ています。正面から見るとこのようになります。体の中心に手が来るようにしましょう。肘を曲げず、膝を肩幅ぐらいに広げます。これは力をしっかり均等に伝える、バランスを崩さないようにするためです。横から見るとこのようになります。肘は曲げず、まっすぐ伸ばし、圧迫している場所から垂直のところに肩が来るようにします。注意、肩が後ろに下がったり前に出すぎたりしない。肩が前後にずれると斜めに押す動きになってしまい、正しく胸部を圧迫することができません。もし動物のいる場所が高い場所やベッド、テーブルの上であれば、足台を置いたりして高さを調節しましょう。胸部圧迫の深さ、小型犬の時と同様に、通常の胸郭の幅の3分の1から2分の1、しっかりと垂直に圧迫します。この時必ずまっすぐをキープ、斜めにならないように注意しましょう。動き方は、肘は伸ばしたまま、肩の角度が変わらないように垂直のまま上下に動きます。注意、肘を曲げないように注意してください。マットレスなど弾力性が高いものを下に敷いて行わないでください。これらの方法は力が正しく伝わらず、効果が減ってしまうので気をつけましょう。また小型犬の時と同じで、リコイルが重要です。下に押したら必ず元の位置まで戻しましょう。小型犬、猫、中型犬以上、ここまで学んだ全ての胸部圧迫の動きを1秒2回のペースで動きます。これくらいです。この速さで連続30回圧迫します。以上が胸部圧迫の基本の解説です。